こんにちは、ティープロ TV です。こんにちは。鈴鹿八あ対、あ、注文。私が今、タイミングをミスりました。鈴鹿八対直前スペシャルということで、今回はですね、いつものティープロ TV とか、ティープロ TV ライブとは別に、スペシャルバージョンでお届けしたいと思いまして、今回ですね、ティープロファミリーの皆さん全員じゃないんですが、何人かの方に集まっていただいて、いろいろお話聞いていきたいと思っています。ということで、早速ですね、私の方で、出演のライダーの皆さんをご紹介していきたいと思いますが、まずは、たくみさんから言っていいですか？はい。今は、日本郵便ホンダドリーム TP で ST1000 クラスを走ってらっしゃいます、高橋たくみ選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして、じゃあ次、岩田選手言っていいですはか？い。はい。チーム ATJ で JSB1000 クラスを走ってらっしゃいます、岩田悟選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして日本郵便ホンダドリーム TP で ST1000 クラスを走ってらっしゃいます、高橋祐希選手です。お願いします。はい、よろしくお願いします。そして大鳥です。ST600 クラスを走ってらっしゃいます、小山智代選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。という4名の皆さんと一緒にいろいろと8体のことについてですね、お話し聞いていきたいと思います。今回なんですけれど、私たち今ですね、8体の1周前のタイミングを使ってですね、いろいろお話聞いてるんですけど、来週、8体がやってくるということで、その話とか、あとは皆さんからですね、事前に8体について、あとはライダーの皆さんについて質問をいただいているので、できる限り今回は皆さんに答えていただこうかなと思ってます。はい。ということで、ゆうき選手からいきたいと思いますけれども、ゆうきさん、鈴鹿に住んでらっしゃるじゃないですか。なんかこう1週間前とかなると、ちょっと盛り上がってきてるものですか？バナーがこう出たりとか、ローカル CM 流れてますみたいなのとかありますか？なんか。今のところはまだないですかうん。ね。多分来週に入って、こう、鈴鹿サーキットの近くが、こう、重機が運ばれてきたりとか、バタバタしだすのかなっていう感じが、します。じゃあまだいつも通りみたいな感じですね。そうですね。比較的いつも通りうな、んうん。街並みです。じゃあ来週をちょっと私たちも楽しみにしたいと思いますけれども、じゃあですね、チーム体制っていうところから皆さんに聞いていきたいと思うんですけど、では、拓海選手いきたいと思います。つい最近、正式にチーム名が発表になったと思います。チーム HRC with 日本郵便になりました。よかっ拓海たさでんがいるす。からですか？これ。どうなんですかね。それはもう、手嶋監督に聞いてもらった方が多分早いと思うんですけど、僕はいろいろ話はちょくちょく聞いてはいて、で、今 HRC と話してるとか、そういう話くらいで止まってたので、あまり詳しいところは知らないんですけど、手嶋監督含め、日本郵便様含め、いろいろ動いてくださって、結果、チーム名にも日本郵便っていう名前が入ることになったみたいです。ライダーもともと、最初発表されてた時と違うくなりましたね。そうですね。レコーナ選手が、アレックス・リンス選手の代役で MotoGP 参戦することになって、そこ、最初はレコーナ選手とビエルヘ選手だったんですけど、レコーナ選手が抜けて、そこに長島哲太選手が入ることになりました。拓海選手と哲太選手とでシャビビエル、ビエルヘ選手になるってことですね。そうです。でも、哲太選手とはもう去年一緒に走ってるし、シャビ選手ともスーパーバイクで、まあ、一緒というか。スーパーバイクの時はまだいなかったかな、確か。あ、そっか、ギリギリ入れ違いだったんでしたっけ。で、まあ去あ、年そうテなスんだ。トも何回か来てたので、全然コミュニケーションは取れてるんですけど、一緒に走るのは今年初めてですか。なんかでも、このメンバーで言ったら、チームメイトに不足は全然ないですね。まあ去年もそうでしたけど、今年も変わらず強いチームで、入れると思います。でも、まあ、もちろん、イケル選手も早いと思うんですけど、やっぱり鈴鹿を、ね、より知ってる長嶋選手が入ってくれることによって、まあ、拓海選手の負担も、まあ、なんとなく減るでしょうし。まあ、みんな同じようなタイム、まあ、
長嶋選手はちょっと抜けてるかもしれないですけど、他3人は似たようなタイムでずっと走れてたので、まあ、どういうメンバーであれ、全然勝負できる状況ではあったと思います。なんかシャンピ選手って、私がこう見た感じ、すごいちょっと年齢、26歳ぐらいだと思うんですけど、年齢より大人っぽいじゃないですか。なんか落ち着いてますね。そうですよね。はい。なんかどっちかっていうと、イケル選手はもうこうイケイケな感じなんだけど、それ考えると、結構そう3人の性格が意外と合ってるのかなと思ってますけど、どうですか、たくみ選手自身、ご自身。どうですかね ちょっと、このメンバーで8体やるのも初めてなんで、まあ当然、鉄は去年も組んで、その前からまあ同じ日本人ということで昔から知ってますけど、ビエル選手は去年テストで一緒になって、まあ当然、去年8体の時来てたので、コミュニケーションは取れてたんですけど、実際一緒にチームを組んで走るっていうのが今年初めてなので、まあ、ただ僕も、どちらかというと、あんま喋んない方なんで、あれですけど、テツとビエル選手は結構仲いい、昔から仲いいみたいなんで、そこは、うまくテツにも間入ってもらいながら進めていけたらなって思ってます。でもなんかこの日本郵便のチームに匠選手入って、結構毎回毎回こうやって YouTube があるじゃないですか。はい。すごい喋るようになった感じしません？喋る努そん力なはことしてないまですすけど、か？はい。あんまり相変わらずだと思います。あれ、ちょっとじゃあ皆さんに聞いてみたいと思いますけど、どうですか、ゆき選手。結構そうでこう、す話ね。してらっしゃる感じが。まあ、話す場面を見る機会が多くなったんで、すごい、話せるようにはなってるなと思いますけど、それ以前って、話してるシーンも見ることがあんまないような気がしてますね。おお、先輩小山選手どうですか？でもパドックでは普通に匠とよく喋ってるんで、なんかそんなに喋らないってイメージは自分の中でそんなないんですけどね。お二人は何を喋るんですか？どんな話するんですか？まあ、バイクの話もするし、全然違う話もする。そうですね。まあでもバイクの話が多いですかね。まあサーキットでは。なるほど。わかりました。ありがとうございます。まずは、たくみ選手のチーム体制ということで、続いては、岩田選手行きたいと思うんですが、チーム名は同じですね。はい、ATJ ですはね。い。はい。で、色分けとして、色分けっていうか、そのチームの色分けとしては、岩田選手が、まあ、ブルーになる。多分第一だと思います。そうはでい。すよね。はい。で、ゆき選手がイエローになって、大鳥が小山選手になる感じなんですね。僕はもう第三ライダーで楽させていただこうと思去年までもそんな話してます、らっしゃいましたけど。する予定だったんですけど、すいません。急にのチーム編成があったんで、ちょっと慌てました、だいぶ。それ以外にもなんかいろいろあったようですけど、でもやっぱり岩田選手、このメンバーがいいですね。そうですね、はい、本当に自分も勉強させてもらってますし、やっぱ去年のどうしてもリベンジがしたいっていうのもあったので、去年8大が終わった後すぐに中津原さんと話して、もう1年自分がスプリントも走るんであれば、来年はもう1回、小山選手と結城選手と組みたいっていう話はさせてもらいました。そんな早く？はい。じゃあ、そのラブコールが届いて、今、このチーム編成になったわけですね。そうですね、はい。裏方的にはどうですか、ADJ さんは。その ADJ さんの皆さんがいらっしゃるじゃないですか。で、去年は、まあ、そのいろいろあってかもしれませんけど、日本郵便のメカさんたちが入ってっていう感じだったのかもしれないですけど、今そうで年すのね、編今成と年しても。も、まあ、ティープロのレースの部長、時生がまた ATJ に入って、で、今年あともう一人、ライダーの岡崎静香が、あとフロントのアクセルシャフト係っていう代役を任されてるので、はい、多分言っていいんですおお、よね、もう。メカニックで。はい、メカニックで入ってくれるのフで。ロンタイヤ交換要員ですね。マジですか？はい。でもないですって。じゃあ、体格服着て。体格服着て。おお。でもそれちょっと、カメラマンさん的にも美味しいし、プレスさん的にもちょっと美味しいかもしれないですね。そうです話題になね。る。はい。ちょっと岡崎選手はそれ自分でやるって言ったんですか？それとも柴田さんが言っいてや、です多か？分、手嶋監督じゃないですかね。
まあ、あと、その ATJ のレースの部長さんとの話の中で、やっぱ女性が活躍できる場所っていうのを、まあ、ATJ としてもどんどん広げたいっていうので、話してる中で、まあ、じゃあ T プロさんから1名っていう形で、で、選抜したみたいです。そしたらメカじゃないんだけど、本当のメカさんじゃないんだけど、岡崎静香選手が来ることになった。はい。でも最近全日本とか見てても、岡山選手、女性のメカニックさん何人かいますもんね。結構いますよね。他のチーいムまですも。いまはい。す。私が勝手にこう拝見してると、このラインナップ的にすごい安心して見てられるっていうか、こう自分のボンミスとかポカミスで3人ともそんなに転ぶなりしゃれないじゃないですか。安定感めちゃめちゃあると思うんですけど、ご自身で言うのもなんですけど、どうですか、ユキ選手。まあ、そう言ってて、なんかやらかしちゃうとちょっとあれなんで、今はちょっとあんまり言いたくないですけど、でも、まあ、そのね、経歴からしたら、はい、そういうふうに見られてもおかしくないんじゃないかなっていうところと、そういうふうにミスをしないように、はい、気をつけていきたいなと思ってます。はい。なんかそれこそ、その匠さんがいる HRC とかファクトリー級のチームとかを除いたら、多分最強の、今ある最強のトリオだなと思って、私は拝見しているので、ぜひぜひ活躍を期待しておりますけれども、ちょっとじゃあ、レース前の気持ちみたいなところを聞いていきたいと思うんですけど、先ほど、ゆうき選手が、その鈴鹿はまだ盛り上がるっていうか、これから盛り上がってくるよって話をされてたと思うんですけど、ライダーの皆さんって今、そのじゃあ、1週間前ぐらいの時期って、気持ち的にどうなんですか？なんかこう、ギア1個上げてますとか、いやいや、普通なんですみたいな、そのあたりってどうですか？匠選手、いかがですか？まあ、ウィーク1週間前ですけど、もうまあ、普特通ですか？にいつも通りレース前の準備って感じですかね。8体だから特別にっていう準備をしてない。まあ暑さ、今年晴れたら暑そうだなっていうので、まあ外でのトレーニングをちょっと増やしてますけど、でもそれぐらいですかね。匠選手の、その、じゃあ、普通のレースの1週間前の準備というか、なんかこう、積み上げ方って、例えばどんなことをされるんですか？特に、いや、レースに向けての準備というより、普段日常的にやってるトレーニングをずっと続けてるだけなので、特別なことは特にしてないですか。まあ、でもそのじゃあ普段の積み重ねで、まあ、そのパフォーマンスをレースに出すのがベストっていうスタンスなんですね、きっとね。そうですかね、はい。いつぐらいからその匠選手って気持ちこう盛り上げていくんですか？もうとりあえずフリー始まったら盛り上がる、それともまあ決勝になったらとか、その辺どうですか、8体でいくと。8体で行くと、まあ、サーキット入ったら当然その雰囲気も変わるんで、気持ちは少しずつ入ってきますけど、一番はやっぱヘルメットかぶってからですかね。なるほど。それちょっと興味深いですね。なんかだってこう、ガチャってシールド下げたら、こう、スイッチ入るっていう方もいらっしゃるし、匠選手的にはどうですか？もう、こう、かぶったら、もう、よし、オン、モード。かぶって、またがったらですかね。またがってエンジンかけたぐらいですか。結構ギリですね。はい。それまではそっか少そっしでもか。リラックスしてようと思ってるんで。でもなんかそれ、ゆきさんもそんな感じなこと言ってらっしゃったかもしれない。そんなに前々からは作っていかないみたいな。そうですね。やっぱ最後は本当バイク乗って匠と同じタイミングぐらいですかね。はい。そっか。じゃあ1週間前は別に特に高見選手と同じで普通に過ごしてウィーク入るって感まあ、じなそうんでですすね。ね。で、まずはその搬入日からこうやっぱ私生活とこう一気にこう一回ギアが変わってみたいな感じにはなりますね。はい、岩田選手いかがですか？ 1 週間今、ビ前。クビクしてます。それビクビク2して年ま分あす。る。2はい、年分あるからですよ、それは。そうです。まあ、でも、8体のこの時期は、割とまあ暑い時にいつも以上に走ったりとか、暑さ対策としてサウナを多く行ったりとか、そういったことぐらいですかね。はい。あれですね、じゃあもう整え、サウナに整えに行くんじゃなくて、もうトレーニングに行くんですね。まあそうですね。そんな感じです。暑さ対策です。なはい。るほど、なるほど。小山選手は、先ほど私たちちょっとまだ、この
収録が始まる前のオフの時に話をしてたんですけど、今いらっしゃる場所、エアコンないらしいですね。そうですね、まあ、今、ガレージなんですけど、まあ、この中、今、気温34度なんですよ。で、まあ、扇風機もエアコンもつけてないんですけど、で、まあ、ガレージ全部締め切り状態で、まあ、特に暑さは感じないですね。汗も一滴もかいてないし。じゃあもう、なんかこう、うまく調整できるように体がなっちゃってるんですね、アジアにいた時から、多分ね。まあ、基本僕そうですね。暑い方が得意なんで、寒い方が調子出ないんで。はい。朝、まあ、普段まあ、600じゃないですか。で、まあ、それで1000乗るんで、まあ、なるべく自分の体重増やそうと思って、増量はしてますけど、4キロぐらいだいたい増量するんですけど。はい。8今、体の時いつもですか？そうです。はい。50、今55ぐらいですかね。はい、ちょっと先々週52キロぐらいまで落ちちゃったんで、ちょっとビビったんですけど、またちょっとそこから3キロ戻して、おお。はい。まあ、今年は、これはせ、あ、どうぞどうぞ。もう今年はもうパワーみなぎってるんで大丈夫です。なんかそんな感じがします。だってその34度が暑くないって。これは岩田選手と勇気選手には、かなりいいスーパーサイヤ人が入ったんじゃないですか？そうですね。まあ、ちょっと第2と第3、チェンジします？まあ、今年はでも、頑張ってくれるんで、ずっとプールで涼しんでますけど。そう、多分小山選手は、レッドライダー以外は嫌だと思います、きっと。あの立場がね、きっと。元気でも。今年はもう、ずっとプールで、もう今から爆発するなっつって。いっぱい去年の分も走らせてあげないとかわいそうなんで。先輩からの何かありますけど、でも小山選手はちょっと話戻しますけど、いつスイッチ入れる感じですか？いつですかね。僕は結構早いです、入れるの。ショータイムなんで、ショータイム始まる前にテンション上げとかなきゃいけないんで、逆になんかヘルメット締めるとすげえ冷静になっちゃうんですよ。なんで、どんだけこう自分のテンションをこう上げとくかっていう感じで。じゃあちょっとマシンのことに話振っていきたいと思うんですけど、匠選手は HRC なので、まあ、いわゆるファクトリー仕様のマシンを使ってるから、いろいろ話せないことはたくさんあるとは思うのですが、去年と比べてどの辺がこう変わってたりするのか、教えていただける範囲で教えてください。去年とはほぼ変わってないと思います。え、本当ですか？それ去は三味年、線ではなく？いや、マシン自体は去年継続ですね。ほとんど変わったところはないと思います。あ、じゃあ、なんかこう、ちょっと HRC として重箱の隅つつくぞみたいなことぐらいしかやってないってことですかね。ほんと細かい一部のパーツを変えたり変えなかったり。です、多分。変えたり変えなかったり。はい。まあまあ、あまり多くは言えないのかもしれませんけど、HRC with 日本郵便さんは、マシンは誰ベースで作るんですか？今までの匠さんベースでやってきて。いや、CBR1000RRR に変わった時から僕、海外行ってたので、開発は長島哲太がやってて、それで、なんだろう、鉄ベースというか、鉄が開発してきたマシンを僕たちが乗ってるような感じです。でもなんか3人ともこうなんかリリースされた時の写真が多分立ってる写真だったと思うんですけど、比較的背の高さが一緒ぐらいそうですですね、ね、同きっじぐと。らいだと思います。なんかギリ哲太選手がちょっと高いかなぐらいだと思うんですけど、まあでもそう合わでせす込みね。はしやすそうですね。まあ、ポジションとかは合わせやすいとは思います。ライディングスタイルとか、まあ、ここまでテスト、2回目のテストは確か哲太選手走ってると思うんですけど、こうライディングスタイルだったり、走らせ方だったり、そういうところっていうのは、お互いどうですか？似てる、違うみたいなのが。まあ、当然、各々スタイルはあるんで、一緒ではないですけど、まあ、でも同じマシンでみんな乗れてるんで、特に問題はないんじゃないかなと思ってます。DJ さんの方は岩田選手のマシンベースですね。JSB 走ってるの、岩田選は手だい、けだベし。ースですね。8体の前回のテストからちょっとスイングアームを交換したりとか、いろいろちょっと大物を、去年とは違うものをちょっとトライして今やってますね。はい。どういう方向に持っていこうとしてる？剛性を高めるとかも、まあそうまあ、です正解ね。性だったり、はい。いろいろ。まあ、
去年 TSR さんが使ってたスイングアームを今年ちょっと手に入れ、チームが用意してくれたので、まあ、それを前回のテストからみんなで乗ってどういうふうに持っていくかっていうのを今トライしてやってるとこですね。まあでも小山選手とかも結城選手も全然乗ってくれてるので問題ないかなとは思ってます。はい。フィーリングとしてはいかがですか？そのフィーリまあ、ング、スイングアーム変えたとか。いや、まだ正直そこまでよく分かってないところがあるので、8体ウィーク通してもうちょい勉強しようかなと思ってます。はい。なんか去年のこの回の時に、確か小山選手と結城選手がおっしゃってたと思うんですけど、その去年の岩田選手が作ったバイクが、ちょっと結構鋭い感じだと。で、まあ、それでいろいろアドバイスとか話し合いをして、ちょっとマイルド方向にして乗りやすくしたっていう話を確か小山選手されてたと思うんですけど、今年の印象としてはどうですか？今年結構まあ、車体の方をいろいろまあテストしてたんですけど、まあ、基本岩田がスプリントで鈴鹿した、ツアーの方出した、セッティングがすぐうまくまとまってたんで、なんかいろいろ試したけど結局そこに戻るっていう、まあ、もちろん遠からずいろいろついてるんでライトとか、まあ、なんでその分のそのちょっとした調整をしてるぐらいで、なんかいろいろテストしたけど結果そこ戻るっていう感じで、まあ、うまくまとまったバイクに仕上がってるんで、まあ、あとは細かいそういう、まあ、燃焼とか、はい、うまく合わせ込み、見ながら走ってるかなっていう。あとはあれですね、その結城選手と拓実選手は多分タイヤが変わるじゃないですか、そのあたりっていうのはなんかこうありますか？まあ、昨年乗ってるのであれですけど、拓実選手どうですか？特に違和感はなく乗れてますかね。まあ、去年もピレリタイヤからブリヂストンを乗ったり、今まで結構開発テストやってた時にミシュランから BS 乗ったりとか、ピレリから BS 乗ったりっていうのを結構やってきてたので、そういう経験もあってなのか、あまり違和感なく乗り換えられてます。なるほど。結城選手も多分その経験値としてはあるので、その辺問題ないって感じですね、きっとね。まあ、ただ、BS のスーパーバイクというか、JSB 車両の BS ってあんまり8台しか乗ったことないんで、やっぱこう、決勝までに少しずつ慣れていこうっていう、今も安全パイで安全パイでっていう感じで、はい。慣れていってる最中ですね。ちょっとテストのこと聞いていきたいと思うんですけど、拓実選手。まあ、結果的に1回目も2回目もトップで終えているし、タイムとしてもまずまずかなり順調なんじゃないかなと思うんですけど、その辺いかがですか？どうですかね。もお。う、僕、2回目のテストあんまり乗らなかったので、あれですけど、1回目でしっかりテストもこなして、マシンの状況の確認もして、で、2回目、8体の本番車になって、確認も終えて、しっかり、まあ、周りもタイム出てるし、鉄含めタイム出してくれてるんで、完全に仕上がってる状態かなとは思ってます。おお、そこまで言い切れる感じですね。まあ去年、勝ったマシンの延長線上でやってるんで、当然仕上がったマシンからスタートできてるし、その再確認もできて、タイムも出てるから、まあ不安点は特にないですかね。めちゃめちゃ期待をしちゃいます。嬉しい、そんなコメント。チーム ATJ さんはどうでしょうか？結城選手、ちょっと聞いていきたいと思いますけど、まあ、テスト、両方のテストを含めると、ドライもウェットも結構テストがしっかりできているんじゃないかなと思いますし、最終的なそのポジションとしては、まあ、総合では20番手ぐらいだったけど、ティーカー含めると、まあ、10番ぐらいには、手ぐらいには多分入ってると思いますし、そういう意味では、まあ、まずまずなのかなというふうに思ってますが、いかがですか？そうですね。本当に、バイクの感触も悪くなかったですし、もうタイヤにあとは慣れていくのと、もう本当、多分走れば走るほど良くなっていくことしかないと思うんで、もうそこを確実に、こう、一気に飛び越えないように、確実に行こうかなっていうふうに考えてます。なんかこうテストの時に誰が何をテストするっていうのを分けていらっしゃったんですか？それとも目的別に分けてて。それはあまりないですね。たまたまその走る順番であったりとか、まあ基本的に岩田選手がメインでやっぱ最初に試したりとかしますけど、
岩田選手、自分が試して、小山選手がその確認みたいな感じが多かったかなとは思いますね。でもさっき匠さんがおっしゃってましたけど、すごい暑いレースになりそうだ、暑い気温になりそうだって話をされてましたけど、どうやら来週までこの猛暑らしいんですよ、2週間天気だと。だから34度、35度が東海のあたりは続くみたいなんですけ足りど。ないですね。39度ぐらいないと調子出てこないです。か？でもあれですよ、人はじゃない、ちょっとね、トマスはそれで多分大丈夫なんですけど、他の3人、皆さんが結構39度どうよって思ってると思いますよ。大丈夫です。みんなアジア経験してるんで。あ、そうか、そうか、確かに。岩田もイン暑ドいの、ちなみに。行きました。岩田もインド行って、気温40度超え走ってるんで、大丈夫です。匠さん、どうですか？暑いの。どうですかね。まあ40度はさすがに嫌ですけど、30度台でいてくれれば別にいいかなって感じです。まあ、普段の気温慣れてますからね、それで私たち結構ね、関東にいたりすると。なるほど。でもなんか気温が上がれば、まあ、人もそうですけど、マシンもパフォーマンス基本的に下がる傾向じゃないですか。なんかマシンへの最近の暑さってこう影響してたりする感じします？結城選手。どうですか。まあでも暑さに対してマシンはみんなイコールですし、まあ強いて言えそっばか。マフラー、右足のペダルがマフラーに近いんで、その辺のこう足が熱くなるとかっていう対策は、まあしてもらえてるはずなんで、そういうところですかね。そういうところもメカニックさんも多分頑張ってくれてると思うんで。じゃあもう、あとは、それは ATJ さんの技術に任せて、あとは HRC さんの技術に任せてってことですね。そうですね。なるほど。ちなみに皆さんが8体には必ず持ち込むみたいなものってあったりするんですか？岩田選手、あります？なんか、これは絶対、もちろん食べ物でもいいですし、物でもいいですけど。基本スプリントとあんま変わんないと思うんですよね、レースに挑むってなるので、基本的に特に変わったことはないかな。ないと思います。他の皆さん、なんかありますか？8体に特別なんか持ち込む。水筒ぐらいですか、チューブの吸う。あ、そうですね。キャメルバッグですね。キャメルあ、バキッグ。ャメルですね。ああ、確かにそれはね、もうないとね。ないと。キャメルでも飲まないですからね、あんまり。いらないです。頭です。本本当。当。いらないです。まあ、あと、お祭りグッズぐらいですかね。ああ、盛り上がるのにね。お祭りなんで、ちょっと一応今年も作ってきたんですけど、お祭りグッズを。じゃあ楽しみに、多分日本郵便のファン、スタッフの皆さんもいっぱいいらっしゃると思うので、一緒に盛り上がってください。もう土曜日ぐらいにちょっと披露しようかなと思ってるんですけどね。あれですよ、ナイトピットウォークあるから。あ、そうですね。じゃあ、ナイトピットでちょっとそれ披露しよう。お祭ほどほりどにして決勝に 備えてください。ちなみに ATJ さんは誰がスタートになりそうとかっていうのは、まあ、これからですか？まあ、岩田じゃないですか。あ、今、走りです。先輩2人がそう言ってるから、多数決で。まあ、普段まからあまあ、ご。慣れてるんで、去年も岩田のスタートのはずだったのが、急遽勇気になったんで、でビビりもながらスタートを練習しましたよ。う、めっちゃ大変でしたからね。確かに、急に言われたらね、そのそうですね、ね。心確かに、のミー準ト備とかもが、考えます。スタートライダーとセカンドライダーでは全然違うんで。確かに。まあ、そこはでも岩田選手慣れてるんで、スプリントでも序盤早いですし、そこは安心して任せられます。チーム HRC with 日本郵便はどうでしょう、誰がスタートにっていうか、多分匠さんか哲太さん、どっちかじゃないですか。どうですかね。何もまだ聞いてないです。まあそうだと思います。スタートお好きです？どうです？匠さん、結構スタート任されること多いなっていう印象なんですけど、勝手に。そうですね。最近はスタートが多かったんで、まあ、スタートが一番走りやすいかなとは思います。どういう点でですなんだろか？スタートだう。1から。回目のスティントって、トップ出たら前誰もいないですし、もうなんかスプリントを走ってるような感覚なので、なんだ、セカンドライダー、ミスティント目になると、もうごちゃごちゃになってるじゃないですか。
逆にそっちの方があんまり、まあ、その後、僕の2回目のスティントとかではそういうのを経験しますけど、基本的にスタートして、1時間の間にごちゃごちゃになるんで、もう次に向けての準備もできるっていう流れが僕の中では一番気楽というか、自分のペースを作りやすいですかね。シンプルっていうところが一番あれかもしれないですね、スタートは。前に出れば誰そうもいでなすい、あね。とは自分のペースっていうね。そうですね。はい。わかりました。ちょっと皆さんも期待してください、視聴者の皆さんもね。さあ、じゃあですね、ちょっと残り時間が少なくなってきたので、皆様からいただきました質問にお答えいただきたいと思います。たくさんご質問ありがとうございました。全員の皆さんに行きます。休憩中何、あ、ルーティーンの休憩中何食べてますか？小山選手、何か。絶対食べるものとか、こういうものは食べないみたいなありますか？おにぎり。おにぎり食べはてます食べる。ね。おにぎりと、海苔塩、ポテチの海苔塩。あと、コーラ。ぐらいが、まあ、グループです。ゆうきさんどうですか？やっぱそうですね。おにぎりとか、まあ、うどんとか、そうめんとか、まあ、炭水化物とか、あとはフルーツですかね。やっぱりその、自分が落としてしまった体重とか水分を、いかにその間で効率よく戻せるかっていうところなんで。はい。もう自分はトレーナーさんにもう任せて、これ食べなさいって言われたらそれを食べるっていう感じで、してます。岩田選手、いかがですか？何かありますか？もう一緒ですね。特に特別なのもないですよ。おにぎりとフルーツと。まあ、あとは OS1 飲んだりとか。そんな感じですかね。あと梅干しかな。はい。ああ、塩分のはい。分はね、そう確かですに、ね。クエン酸はい。とね。匠選手、いかがですか？僕はあんまり、さっきと言ったらあんま食べたくなくて、あんま食べないんですけど、体重、まあ、ゆうきくんが言ったように体重戻さなきゃいけないんで、食べてもフルーツとかくらいですかね。あとはその時の気分によっておにぎり食べたりはしますけど、基本的にはフルーツと水分だけです。じゃあ、その体力がなくなっちゃうみたいな感覚で食べるわけじゃないんですね。食べたいときに食べて。で、まあ、それで、まあ、モチベーションというか、なって8時間走りきるって感じなんですね。じゃあね、きっと。もう、最低限脱水とかにならないことしか考えてないです。ちなみに、水分としては何とってるんですか？匠選手何ですは。か？水す分？いません。水なのか、あと、水栄養ドリンク的な分やつなのか。は、イギリス行ってからなんですけど、結構エナジードリンクとかを飲むようになって、今年、一社スポンサーさんになってくれた方のエナジードリンクを普段のレースでも使うようにしてて、で、リカバリープロテインとかもそこから出してもらってるのを今年の8体は使ってみようかなって思ってます。じゃあ次の質問いきます。夜間走行ってどんな感じですか？怖いですか？得意ですか？苦手ですか？じゃあ、匠選手いきましょう。夜間走行。夜間走行、最近走ってないんで、あれですけど、まあちょっと見づらいです。たまに、そうですね。イン側寄りすぎてゼブラ乗ったりとかも過去にはありました。結構走りづらいですかね。僕まあ、それは、の中ではあんまり得意ではないです。他の皆さん、夜得意ですっていう方います？小山選手です。大好きです。大好き。その過酷な状況が好きなんですね、小山選手ね、なんなんか。かテンション上がるじゃないですか。なんかもうチカ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 して。なんかお祭りっぽそくれて。もうなんか、あれでしょ？なんだっけ？振るやつね。あれやっぱあれでテンション上がってきて、わあ、お祭りだな、みたいな感じでテンション上がるんで、見えるか見えないかじゃあんま見えてないんですけど、テンション出してる感じ。過去の8体全部チェッカーライダーです。そう、だからなんで、そう、私も今ね、お話ししようと思って、だからそうなんですね。チェッカーライダーが多いっていう。ああ。なるほど。これまでの8体でのアクシデントや奇跡、思い出に残るエピソードありますか？っていう質問が来てます。アクシデントは去年じゃないですか。やっぱまさか、来たーみたいな。嘘だろみたいな感じでしたね。しかも、そのウィークに。ウィーク入ってももう俺と勇気固まりましたからね。いやいや、2人で無理でしょ、8時間みたいな。2人で走る計算でしかトレーニングしてねえよみたいな。そういう感じが一番のビッグハプニングでしたね。
そのまま勇気選手にスライドしますが、何かありますはい。か？まあ、やっぱそのハプニング言ったら去年がやっぱインパクト大きかったですよね。はい。まさかそっの、か。はい。でした。はい。じゃあ、これは聞くまでもないかと思いますが、岩田選手。いや、まさかでしたね。はい。本当にご迷惑をおかけしました。とんでもない。はい。そして、私もこの収録の最初ぐらいで話をして、あとは話が収まるのかと思ったら、最後まで失敗方は許してくれませんでしたね。はい、大丈夫です。いじられてっていう。はい。はい。ありがとうございます。たくみ選手、いかがですか？これまでの8対0のなんかアクシデントとか奇跡とか思い出ありますか？アクシデントは特にないですかね。なんだ。もう結構、トラブル以外、基本的になんかずっと表彰台に乗れてる、最初の頃からずっと表彰台に乗れてたので、それが奇跡じゃないですか。なんか、多分スティン、私、勝手にピットで見てて、こうスティント的にもう、たくみさん、終わりのスティントなのに、もう一回行かなきゃいけないみたいなこと、時々あるじゃないですか。スティント行くの、たくみさんみたいな。それは別にアクシデントじゃないんですね。ハプニングじゃないんですね。あれ、まあ僕が覚えてる限り2019年なんですけど、あれそうではす。もう事前に言われてはいたんですけど、いや、さすがに無理ですって話もしてて、だから一応ヘルメット、ピタって来た時に、モニターにヘルメットかぶって待ってるライダーが見えたので、お願いだから変わってって思いながらピット戻ったら、変わってくれなかったっていうオチでした。そうです。私は見ていました。某監督が行かなくていいお前って、その待ってるライダーに指示をしたの。あのうわ、年たくはみさん行くもう、んだ。キャメルバッグも全部飲み切ってたし、多分、連続スティント行って20分ぐらいでもう全身つってました。もうどでうも、しようチェッもなカーかっまでちたでゃんす。と持っていった。でもすごいですね。でもね、ライダーだからね、もう最後のステート行かなきゃいけないってなったら、最後までね、運ぶしかないので、すごい。ありがとうございます。ズバリ、トップ3を予想してください。これ、小山選手行きましょうか。はい。はい。スリーですか？まあ、HRC はもう来ますよね、絶対。ん。それはマストですね。そうですね。HRC 来て、まあ、2番が難しいですね。ヤートも来そうなんですけど、ヤートは多分、どこ、2位が難しいですね。で、3位に我々が入れたらいいなって思う。お、いいですね、いいですね。なるほど。じゃあ、それでお答えになったでしょうか、ご質問いただいた方。じゃあ、ちなみに予選の目標タイムはっていうところを、岩田選手と匠選手に聞いていきたいと思いますが、岩田選手、予選の目標そうタイムは？ですね、目標、本当は6秒入れたいんですけどね、まあそこは目標を高く持って6秒狙っていきたいと思いま 4 す。秒はじゃい。ない。はい。4秒じゃない。4秒1コーナーで飛んでますよね。4秒だと全日本ロードのもうレコードに近いところに行ってまあそれはね、HRC の方々に、ね、出してもらって、自分たちは6秒をしっかり狙っていきたいなと思ってます。はい、ということはでい。す。じゃあその HRC の方々にちょっと聞いてみたいと思います。はい。匠選手、何秒はぐい。らい予選は狙っていきますか？予選のタイムは気にしないんで、何秒でもいいんですけど、まあ、最低でも6秒台は出したいですかね。去年、鉄が4秒出して、鉄はもう絶対4秒出すっていうつもりで走ってたので、それを聞いて、まあ、鉄が多分タイム出してくれるだろうから、とりあえず転ばないように走ろう。で、僕は決勝のことだけを考えて予選を走ったよっていう感じなんで、まあ、今年も鉄が多分タイム出してくれると思うんで、僕はレースに向けての準備をしつつ、6秒台出せればいいかなって感じですかね。まあ、その自分がポールを取りに行くっていうことよりも、最終的なチームの勝利。まあ、予選でポール取っても決勝リタイアじゃ意味ないですから。でもそのあたりがなんかすごい落ち着いてらっしゃいますね。もう何回も勝ってると、そうなるのかなっていう感じがします。ありがとうございます。
で、全部の質問すいません。聞ききれなかったんですけど、後で何かフォローできたらフォローしたいと思いますが、さあ、残りの時間でですね、レースと合わせまして、様々なイベントが行われているんですけれども、日本郵便としても、モスクワ親子バイク教室っていうのを、今回も鈴鹿サーキットで開催することになってまして、これ、ちょっと簡単に、ユキ選手にどんなものかっていうのを教えていただこうと思うんですけど、これ、お子さん用なんですよね。そうですね、本当にポケバイ、7490というポケバイを使って、まあ、グランプリスクエアっていうんですかね、グランドスタンドの裏側か、もしくは、そうですかね、教育センター側、グランプリスクエアです。グランプリスクエア。そうですね、そしたらもう遊園地とグランドスタンドのもう間に親子で来ていただいて、で、今予約だけして5歳以上で自転車に乗れる方から12歳まで、誰でも乗れますので。で、そこには普段も僕たちはそこに行ってこうアドバイスしたり、街中の交通安全とかをこう教えたり、いい機会なので、ぜひ来ていただけたら嬉しいです。ありがとうございます。完璧です。はい、そのポスクマ親子バイク教室なんですが、グランプリスクエアの日本郵便特設ブースというところで開催されまして、土曜、日曜開催の予定です。で、申し込みは当日、現地受付になっておりまして、先ほどゆき選手おっしゃっていただいたように、5歳から12歳で、自転車の補助輪なしで乗れる方ということが条件になります。で、当日は、日本郵便のライダーのティープロの若松玲選手が先生で来てくださるということなので、ぜひ。ご参加、該当される方はご参加ください。というのがまず一つです。それと、今回ですね、8体に合わせまして、ティープロイノベーションのツイッター、公式ツイッターをフォローしてくださって、しかも、なおかつリツイートをしてくださった方には、今回ですね、ファミリーライダーの皆さん、今回ご出演の皆さんのオリジナルステッカーを作ってまして、それをプレゼントさせていただきますので、ぜひ、公式のツイッター、フォローとリツイートお願いします。さあ、ということで、そろそろ時間というか、もう10分過ぎちゃったので、ファンの皆さんにメッセージを一言ずついただいて終了していきたいと思います。では、まずは岩田選手からいきましょうか。はい。去年はね、ちょっと自分のあれで出れないレース、勝ち台だったんですけども、まあ今年はあと、まあ1週間も切ってますし、1週間ぐらい、しっかりね、調整して、スタート位置に立てるように、あとはね、しっかりみんなでゴールできるように頑張っていきたいと思いますので、チーム ATJ の応援をよろしくお願いします。ありがとうございます。で、岩田選手は、ピットウォークの時、なんかご自身のステッカー配られるんでしたっけ？ああ、はい。今回、H デザインさんがですね、今回ステッカーを作っていただいたので、土曜日、日曜日の際に、まあ、先着で、数に限りがあるので、という形でお配りしますので、ぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。では、ゆうき選手、お願いします。はい、そうですね。今年こそは岩田悟選手と小山智代選手と3人で、レースができますので、ぜひ現地の方でも、テレビでもいいですし、チーム ATJ の応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。続いて小山選手、お願いします。はい、まあ、昨年はいい予行練習ができたと思いますので、まあ、今年はエースライダー加入ということで、まあ、最低でも去年より、上の成績を目指して、でもしチャンスがあればね、本当に、まあ、全員3人がノーミスでうまく走って、まあ、表彰台に登れたらなと思いますので、ぜひ、まあ、熱いと思いますが、応援のほどよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。では、匠選手、お願いします。まあ、昨年は無事優勝できて、当然今年も連覇を目指して 走りますし、まあ、チーム面に日本郵便さんも加わってくれることになったので、日本郵便さんの皆さんともまた優勝の喜びを共有できるように頑張るので、ぜひ応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ということで、8月の4日金曜日から日曜日6日まで鈴鹿サーキットで、行われます鈴鹿8時間耐久ロードレースなんですが、ぜひ皆さんもですね、現地に来ていただいて応援をしていただきたいと思います。チーム HRC のファンの皆さんも、チーム ATJ のファンの皆さんも、そして日本郵便のファンの皆さんも、一緒になってですね、33号車と40号車を応援してください。どうぞよろしくお願いします。ということで、今日ご出演いただきました、高橋拓実選手、岩田悟選手、そして高橋優輝選手、小山智康選手でした。ありがとうございます。頑張ってください。ありがとうございます。